オビーマスター72分の1スケールダイカスト飛行機型番 HA5233、F14A154 戦闘飛行隊ブラックナイツ1999年です。こちらのモデルは、全長が約、27センチそして、ウィングスパンが、約26センチのダイガスト製の、飛行機になります。ですので非常にこう重たいです。そして、こちらの方がまず、機種の方になります。でコックピット内、シートやあのメーター類などは非常に細かく再現されております。ちょっと見づらいですかね。こうメーター類とかすごくこう細かく、印刷か書き込みかでしてあります。そしてこちらが、左側面になります。こちらの方には一部ミサイルがついておりまして、あとはこういう、スロットの部分やこちらの方にあのメインギアが入るようになっております。とこちらに、垂直尾翼にはこういったこう三角形の黒と赤のラインが入っています。でこちらが、後ろの部分でこれがジェットノズルのところになります。でこちらも、こちらが右側になります。まあ垂直尾翼の方もこちらにも黒と赤のこう三角形のラインが入っています。でここにミサイルがついたりとかしております。そしてこちらが上面になります。でこの辺に赤いラインが入ったりとかしています。あとやはり、F14 の最大の特徴としてはここの、主翼が可変するようになっておりますので、こういった状態とこういうふうに開いた状態と再現できるようになっております。そして、この飛行機の下の裏の面ですね、こちらの方にもいろいろなこういう装備品をつけるスロットが入っております。でフロントの方にはここにノーズギアが入るようになっております。でまあノーズギアメインギアの方は、まあ、出した状態と収納してここに蓋がはまる状態と選択式になっています。そしてこちらの方が、付属品になります。これがまあ、ノーズギアですね。でこれがメインギアになります。でこちらがパイロットのフィギュアが2体入っています。であとこちらの、爆弾とか、ミサイルですね。でこちらの方にもそういったものが入っています。でこちらにもこれが多分カバーだと思うんですけど、こういったのが含まれております。非常に、こういうモールドも細かく再現されておりますので、質感も非常にいい飛行機です。以上です。